数年前の話。あまりにも嘘くさいし、本人的にはめちゃくちゃなトラウマだったので、語っていなかった話。何年か前、多分四五年前だけど、当時大学生だった俺と友達の A とで、県内の女子校の文化祭に行った。理由はお察しの通り、若い女の子をナンパするためだった。女子校なら簡単だろうということで、冴えない二人でのこのこやってきたわけだ。でも予想通りというか、食いついてくる子は何人かいて、結構調子に乗っていたというか、テンションが上がっていた。高校の文化祭って、教室が店になってて、そこに売り子役の生徒がいるんだけど、俺たちは廊下を歩きながら、その売り子の子たちに手を振っていた。相手も高校生だし、笑顔で手を振り返してくれて、やっほーなんて言ってくれるので嬉しくて、ずっとそれをやっていた。その後、2、3人の連絡先をゲットして、ホクホクしながら帰ることになった。でも、正門を見ると、朝よりも教師とか警備員が多い。女子校だから、男2人がのこのこ出て行って、なんか言われたら嫌だなということで、裏門から出ることにしたんだ。今思えば、そんなことで呼び止められたりはしないだろうし、あんなことになるなら、堂々と正門から帰ればよかった。裏門の方は、全く人がいなくて、そもそも空いてなかった。だけど、登れば簡単に出れたし、人目につかず出られてラッキーくらいに思っていたんだけど、裏門から出たとこは住宅街で結構入り組んでいたけど、方向さえ間違えなければ駅に着くだろうということで A と連れ立って歩いていた。最初は今日の感想とか下世話などうでもいい話で盛り上がっていた。でも、だんだん妙だなと思い始めた。人がいない。こんなに家の建っている場所で、誰にも出会わない。しかもその日は日曜日。車一台も通らないのは、あまりに不自然じゃないか。A もそのことに気がついたようで、でもその時は、そんなこともあるか、と互いに流していた。それからさらに数分歩いた時、なんというか、急に不安になったんだ。それと、後ろから何かの視線というか、気配や空気のようなもの。怖い話でよくある、後ろから強い視線を感じた、という表現そのまま。体験するまで、そんなものを馬鹿にしていたけど、その時、それを理解した。A と目を合わせた。A も気配を感じているようだった。A が俺に言った。なんか後ろから来てるよな。不審者か？なんかわかんねえけど、
めっちゃ怖い。早く行こうぜ。そんな感じのやりとりをして、心持ち早足で歩き始めた。歩きながら二つ気づいてしまったことがある。一つは明らかに住宅街が広すぎる。駅から学校までは相当遠くなかったし、方向も合っているはずだ。もちろん、ここに至るまで人がいないのもおかしい。二つ目は窓だった。早足で歩きながら、ちらっと住宅街に目をやると、窓で何か動くものがあった。一瞬、なんだ人いるじゃねえか、とほっとした。けど、よく見たら違った。真っ白い手が俺たちに向かって手を振っている。しかも、窓という窓、開いている窓、閉まっている窓すべて、俺たち二人が通り過ぎる直前に、すっと手が現れ、一心不乱に振られている。嘘だろ?と、半ば信じられなかったが、止まっている車のすぐ横を通ったとき、車の中で振られている手を見て、限界に達してしまった。ええ、気づいてるか?なんかやばい。A の顔を見ると、もう泣きそうな顔をしていた。A の向こうに見える窓からも、白く揺れる手が見えている。走れるか?A に問うと、無言で A が首を上下に振った。そして、そのまま二人で走り出した。手も怖かったが、何より後ろから来ている何かが一番怖い。追いつかれたらどうなるんだ?っていうか、あれ何なんだ?振り返る勇気も余裕もなくて、ひたすら A と走り続けていた。どれぐらい走っていたのかわからないけど、ここで A が限界になってしまった。運動系サークルだった俺に比べて、インドア派だった A はそこまで体力がなかったらしい。膝をつく A に、もう無理そうか?と声をかけるが、返事もできない様子。これは本当にやばいかもしれない。と覚悟を決めかけたとき、A が息も絶え絶えに、行け!というのが聞こえた。この状況で、そんな映画みたいなことを言える A は、本当にすごかったと思う。走れるようになったら、すぐ追いつくから、もう行け。俺は大丈夫だから。そんなの、無理に決まっているのに、俺も助かりたい気持ちでいっぱいだったからか。しばらく押し問答をした後、俺は一人で走り出した。このことは今でも後悔しているけど、どうすればよかったのかはわからない。あいつを背負ってでも一緒に逃げるべきだったのか。A を見捨ててしまった罪悪感から、血が出るほど唇を噛みしめて走り続けた。でも、走りながら気づいてしまった。
A を置いてきたあたりから、あの気配が徐々に消えていっている。俺は明らかにあの何かから遠ざかっていた。つまり、その何かは A のところで止まっているということだ。恐ろしさとか、情けなさとか、悲しさとか、感情がぐちゃぐちゃで、涙が止まらなかった。結局、倒れるギリギリまで走ったくらいのところで、公園のようなところに行き当たった。人も何人かいて、助かったとものすごく安心したんだが、どうも様子がおかしい。その公園には池のようなものがあったんだけど、そこに数人の人だかりができている。さらにバシャバシャと水の音もする。ふらつきながらそこへ行ったら A がいた。先回りできるわけがないのに、その時は混乱していたのか、A が助かった、やった、と、嬉しくて思わず、A!、と声をかけた。言った直後、状況が脳に入ってきた。A は無表情で、誰かの足を掴んで水の中に沈めていた。犬神家の有名なあれの足を掴んでいるみたいな感じ。誰かを逆さまにして池に突っ込んでいた。でも足を掴まれている人は生きていて、もがく音でバシャバシャ言っていたんだ。何してんだよ、やめろよ。なんとか A を引き剥がすと、沈められていた人はぐったりと横たわってしまった。その人に向かって A はひらひらと手を振り続けていた。その後は、すぐに誰かが呼んでいた警官が来て、知り合いの俺に事情を聞いてきた。その場では適当にごまかしたけど、あの後 A は実家に帰ってしまったからよくわからない。沈められていた人も亡くなったのか生きているのか怖くて聞けなかった。ニュースにはならなかったようなので、生きているのかな。でも、結局あれが何だったのかはわからない。最後は雑になって申し訳ないけど、これを話している今、なんだかゾワゾワしてきて、早く話し終えなきゃって焦っていた。気のせいだといいんだけど、こういう現象に心当たりのある人はいますか？近所にお化け路地裏と呼ばれる両隣を高い石塀に囲まれた狭い路地がある。廃屋のある猫の額ほどしかない丸い土地を入り口のない石塀が囲っている。その周囲をまた同じ石塀が囲み丸い路地を形成している。実は、その路地にも入り口がない。それなのに、
時たま誰も入れないはずの路地裏で子供たちの遊ぶ声が聞こえてくる。多分石塀をよじ登って侵入してるんだろうなと漠然と思っていたが、どうやら噂話によれば違うらしい。路地裏に通じる階段があったとか、石塀に子供が横ばいになり、やっと通れる隙間があるとか、マンホールから出入りしているとか、大人が気づいていないだけで、入れるルートがいくつか存在するらしかった。散歩がてらこの噂を思い出し、俺はお化け路地裏を検証してみることにした。間近で見てみると、石塀は予想以上に高かった。周囲にははしごも見当たらなかったが、これは仮にはしごを持ってきても恐ろしい高さだ。多分これは今の子供はやらないだろう。自分の説は否定された。石塀をくまなく調べて何周もしたが、横ばいになって入れる隙間はどこにもなかった。この説も論外。次に階段だが、外側から見える部分には何もなかった。おそらく、この説もデマの可能性が高い。そして、最後の可能性。そう、俺は、石塀の真横にあるマンホールの内部を冒険することに決めた。人通りの少ない夕方を狙ってバールで蓋をこじ開けた。マンホールは容易に開くことができた。つまり普段何者かがここから頻繁に出入りしているのだろう。懐中電灯で内部を照らす。下水道内部には子供のものと思われる石で書いたような落書きがびっしりと書き込まれていた。錆びたはしごを使って降りていく。案の定マンホールはお化け路地裏にまで続いていた。お化け路地裏というだけあって、本当にドーナツ型の閉鎖道路が石塀に囲まれているだけだった。数分散歩して満足した俺は、マンホールの蓋を探した。おかしい。どこにもマンホールの蓋が見当たらない。唐突な恐怖に、ちびりそうになった。外側の石塀は表面がツルツルしているし、高すぎて素手でクライミングして越えるのはまず無理だ。内側の廃屋に目をやる。だいたい3階建てだろうか。見たのは初めてだが、薄気味悪さは桁外れだった。あそこにはしごがあればいいのだが、内側の石塀も高いが、越えること自体は外側ほど困難ではない。なんとか内側に着地する。ぼうぼうの雑草のおかげで怪我はしなかった。間近で見ると廃屋はさらに薄気味悪かった。玄関は容易に開いた。どうやら施錠はされていないようだった。廃屋内部は外観とは裏腹に気持ち悪いほど小綺麗だった。しかし不思議と薄気味悪さはより増した。こんな場所で返事が返ってきたら嫌なので挨拶もしなかった。
廃屋中を散策し、はしごやロープなどを探す。一階から三階までくまなく調べたが、使えそうなものは何一つ見当たらなかった。憔悴して一階まで戻ると、足元に何か違和感を覚えた。最初は気づかなかったが、床にタイルの色が違う部分があることを発見する。これが違和感の正体か？まさかと思って、その床のタイルをすべてひっぺがしてみると、血のように赤い錆に覆われた階段が地下まで続いていた。懐中電灯をつけて階段を降りていくと、石で書いた落書きが目に飛び込んできた。さっきの下水道にたどり着いたようだ。自分の通ってきたルートを思い出しながら下水道を進んでゆく。あっさりとさっきの錆びたはしごのある入り口にたどり着いた。その日は疲れたので、そのまま家に帰った。次の日、俺は食料やら縄ばしごやらの重装備に身を包み、再びマンホールに挑んでいた。どんなに下水道内部を調べても、昨日の赤錆びた階段は見つからなかった。反対に、お化け路地裏へのルートは通じている。俺は命綱として入り口から垂らしてきたロープをお化け路地裏のマンホールの穴に通してきつく結束した。お化け路地裏から石塀に縄ばしごをかけ、再び廃屋へと入っていく。錆びた階段を降りていくと、また下水道へと続いている。命綱を階段の手すりにぐるぐる巻きに結束して下水道に戻る。懐中電灯をつけると、自分の目を疑った。その地下には数十個もの階段と扉があった。その中の一つを開けてみる。やはり同じ廃屋のあるお化け路地裏に通じていた。が、縄ばしごや命綱は見当たらない。証拠写真を撮ろうとしたが、スマホはなぜか故障していた。訳がわからない。命綱をたどって、家に帰ったが、この家は本当に俺がいた世界なんだろうか。これ以降、俺がお化け路地裏に関わることはなくなった。小学生の時の話。私が住んでいたのは瀬戸内の小さな島だったが、そこに一軒のあばら屋があった。もうずいぶん長いこと空き家のようで、家の中は荒れ果てており、私たちはその家を勝手に幽霊屋敷だと呼び合っていたのだった。ある日、その空き家を探検しようということになり、私を含む数人のグループで、その家の中に入っていった。古い家なので、玄関は引き戸で、錆びついていたのかどうやっても開かなかった。
仕方がないので裏庭の方に回り込み、どこからか入れるところがないか探すことにした。裏庭に行き、私たちは一瞬息を呑んだ。地面が赤い。まるで赤いペンキをぶちまけたかのようだった。真っ赤というわけではなく、どす黒い嫌な色の赤だった。私たちは運よくその勝手口から家の中に入れることに気づき、中に足を踏み入れた。人の出入りが長い間なかったのだろう。室内の空気はひどくよどんでおり、ほこり臭かった。暗かったので、はじめはわからなかったのだが、暗さに目が慣れると、その家の壁中に、先ほど見た裏庭の地面と同じような赤いシミが、びっしりとこびりついていた。シミの具合から、それは随分前にその壁に付着したもののようだった。私たちはさらに家の奥へと足を運んでいった。今のような場所に出た。この部屋は赤いシミが一段と濃く染みついていた。今の中央には縦幅1メートルほどの小さな箱。まるで風呂桶のようなものがポツンと置かれていた。その箱には蓋がかけられていて、いかにも何かが入っているようで、私たちは興味を惹かれた。おい、お前開けろよ。リーダー格の少年が私にそう言った。私はひどく恐ろしかったが、好奇心がそれを上回っていた。私はそれほど重くない蓋を持ち上げて中を覗き込んだ。中に入っていたものを見て、思わず、うわーっと叫び声を上げた。中に入っていたもの、それは生き物のミイラだった。しかもその生き物は明らかに人型をしているのだ。ミイラは2体その箱の中に入っていた。全長50センチぐらいの不気味な人間だった。人間のはずはないが、人間にしか見えなかった。七八頭身。赤子や猿のものではなく、ましてや人形というにはあまりにも精巧な姿形をしていた。指先の爪は鋭く、また牙のようなものが口から覗いていた。小人のミイラ。そう呼ぶしかないものがそこにはあった。私たちはあまりの恐怖にたまらずその場から逃げ出してしまった。ミイラ、つまりは遺体である。そんなものを見つけてしまったのだから、私たちはすぐさま大人たちにそのことを告げて、一緒に来てくれるように頼み込んだ。だが、大人たちは、誰もそれを信じてくれなかった。ただ奇妙なことに、お年寄りのおじいさんたちだけは、厳しく私たちに、二度とそこへは行くなと言うのであった。翌日、そのミイラを再度確かめるため、私たちは再びその家へ向かった。今度は先輩たちも呼んでおり、合計15人ぐらいはいた。
さすがにこれだけの大人数なら怖くはなかった。そしてそのミイラはやはりそこにあった。今度はじっくりとそれを観察した。人形ではない。その場の全員がそれだけは確認し誓い合った。それから一年もしない間に、その空き家は取り壊されて、今では立派な観光ホテルがその場所には立っている。そのホテルを見るたび、私は少年時代のあの不思議な経験をありありと思い出す。僕はあるデパートのバイヤーをしているのだが、ある日、買い付けの契約のため、とある地方の小さな町を訪れた。駅員が一人でやっている JR の小さな駅を降りると、駅前は見るからに裏ぶれた死にゆく町という風情だった。小さな申し訳程度のロータリーとバス停。端に客待ち顔の運転手のタクシーが一台。商店街と言えるようなものはなく、小さな喫茶店とラーメン屋、薄汚れた洋品店に美容院という、まあ日本全国どこにでもありそうな小さな町である。驚いたのは、こんなところにもコンビニがあることだった。契約をする農家までタクシーに乗っていく。仕事自体は単に契約するだけなのだが、ここに来るまでに一日の大半を使ってしまったため、今日はここで一泊しなければならない。駅前に戻ると、すでに最終列車は出てしまった後だった。タクシーで隣町まで行くと、軽く一日の出張費を超えてしまう。仕方なくコンビニの店員に聞いて、この町で一軒だけ営業しているという民宿まで歩いていくことにした。昔は、ガイド筋の中継点でもあったこともあるようで、民宿は思ったよりしっかりした作りだった。ただ、客はあまりいないらしく、私の他は長期逗留している50歳くらいの男性が一人とのことだった。着いたのが遅かったため、今日の夕食はもう終わってしまったとのことだったのだが、気の毒に思ったのか、おかみが近くの定食屋の地図を書いてくれた。そこならまだ食事ができるはずだと。教えてくれたおかみが少しためらい気味に地図を渡してくれたのだが、気にはなったが空腹には勝てず、今夜はそこで遅めの夕食をとることにした。ビールぐらいはあるだろうと思って歩いて店に行くことにした。5分ほど歩くとそれらしい店に着いた。もう何年も客が来ていないかのような裏ぶれた雰囲気に少し気遅れしたものの、ここまで来てコンビニの弁当は食べたくない。第一、コンビニはここからかなり遠い。まあ死ぬようなことはないだろうと思って、覚悟を決め、店のガタつく扉を開けて中へ入った。その時には
まさかこんなことになるとは想像もしていなかったのだった。店に入った瞬間、生暖かい風が体の横を通り抜けていったような感覚があり、その直後、背筋にざわっという悪感が走った。嫌な予感がしたが、店自体は割とどこにでもある古ぼけた定食屋という感じだった。薄暗い店内は人の気配がしない。もう終わったのかと思ったのだが、外にのれんがかけたままであることを考えると、聞いてみるくらいならいいだろう。すいません。厨房に誰かいないかと呼んでみたところ、奥から年の頃70歳くらいの老婆がゆっくりと無言で出てきた。まだ食事できますか？そう尋ねると老婆は黙ってうなずいて店内に2つあるテーブルの1つを指さした。座れということらしい。どうやら何か食べさせてくれるようだ。薄気味悪い感じはしたものの空腹には勝てない。どうせ明日には出て行くんだし、帰ってから話の種にもなるし、と思って促されたテーブルに座り、気を取り直して壁のメニューを眺めてみた。メニューそのものはよくある定食屋のそれだ。和洋中華、一通り揃ってはいるが、店も店だし、あまり当たり外れのなさそうなものにしておいた方が良さそうだ。結局、野菜炒め定食とビールを注文した。場所柄、野菜は新鮮なものが揃っているだろうと思ったからだ。老婆が、分速10メートルくらいの動きでビールとグラスを持ってきてくれた。やれやれ、この調子だと少し待たされるかもしれないな、と思いつつ、先ほどの妙な予感も忘れ、グラスにビールをついだ。間が持たないので、もう一つのテーブルに置いてあった新聞を読ませてもらうことにした。あれ？記事を読みながら妙な感覚にとらわれる。変だな。今になって思うのだが、この時が最後のチャンスだったのだ。あの時、この感覚の理由をもっと考えておけばよかったのだ。仕事柄、新聞は毎日読んでいる。今日の朝刊もここへ来る列車の中で読んでしまっていたので、あまり目新しさはないと思ったのだが、記事には見覚えのないものが多かった。版が新しいか地方版だからだろうくらいにしか思わなかったのだが、今日の仕事がうまくいったのと、ビールの酔いが程よく回ってきた頃、老婆が食事を持ってきてくれた。あまり期待していなかったのだが、さすがに産地だけのことはあって、食事はうまいものだった。僕は今日の仕事の成功を確信した。もうそろそろ宿に戻ろうと思い、老婆に代金を支払って出ようとしたところで、初めて老婆が口を開いた。出口はこちら。そっちはもう出られないからね。おやと思った。少なくとも僕が入ってからあの扉に鍵をかけたり、誰かが入ったりした覚えはなかったのだが。まあ、郷にいれば郷に従えと言うし、
言われた通りにしておいた方がいいだろう。厨房を通って裏の通用門から外へ出る。出るとき老婆が、またね、と意味深な表情でつぶやいた。もうここに来ることはないのだが、僕も、ああ、また来るよ、と返事をして店を出た。最後に老婆は、僕を憐れむような、懐かしむような、複雑な表情をしたように思えたが、まあ、シワの具合なのだろう。外は風が生暖かく、今夜は冷房を入れないと寝苦しそうだな、と思いながら宿への道を戻った。宿へ戻る道は何か懐かしい風景で溢れていた。漆喰の壁に木製の電信柱、時代遅れの自動車。まあ時間の流れから置き去りにされたかのような、地方の小さな町とはこういうものなのだろう。宿に着くとおかみが出迎えてくれた。もう遅い時間なのだが待っていてくれたようだ。お風呂まだ沸いてますから。そう言ったおかみの顔をふと見ると、出るときよりも心なしか若返っているような気がした。こんな大きな娘がいるようには見えなかったが、まあ酔いのせいなのだろう。ゆっくりと湯船に浸かり、明日以降の仕事のことを考えてみる。明日は帰るだけで時間の大半を使ってしまうだろうから、社に顔を出して上司に報告。明後日以降別の取引先に出かけて、などと考えているうち、どうやら眠り込んでしまったらしい。気がつくと部屋の布団の上に寝かされていた。あら？気がつきました？おかみと宿の番頭が心配そうに覗き込んでいる。どうやら湯あたりしたらしい。お疲れでしたのね。お仕事大変なんでしょ？せっかくですからゆっくりしていってください。そう言ってお上はにっこりと笑って出て行った。なんだかずっとここにいたいようなそんな気分になってきた。いつの間にか眠り込んでいたらしく、気がついたら翌朝になっていた。社に連絡を入れてから帰ろうと思って携帯をかけてみたが通じない。まあ今日は直帰してもいいとの指示を受けていたから連絡は後でもいいだろう。急用なら向こうから連絡があるだろうし。帰り支度をしてフロントへ行くと、おかみが何やら帳簿をつけていた。僕に気づくとにっこりと笑った。やはり若くなっているようだ。惚れたかな、などと考えながら代金を支払い、タクシーを呼んでもらった。またいつでもどうぞ。お待ちしていますから。別れ際におかみはそう言って、親しみのある表情で送ってくれた。もしかして僕に気があるのかな？などと考えながら運転手に、駅前まで、と告げると、運転手は黙って車を走らせた。仕事以外でここに来るのも悪くない。などと妄想にふけっていると、ミラーから運転手の視線を感じた。にやけてるのを見られただろうか。
咳払いをしてごまかした。ほどなく見覚えのある駅前のロータリーに着いた。代金を払って車を降りる。次の電車の発車時刻を見ようと思って駅に向かったが、何やら様子がおかしい。人の気配がしないのだ。ストでもやってるのか？まさかそんな。と思って駅舎に行くが、どうやらそういうものではないらしい。改札も封鎖されて何年も経っているような寂れ方だ。周りを見渡しても通行人も見当たらない。まるでゴーストタウンだ。とにかく調べなくては、と思って喫茶店に入ってカウンターに座る。とりあえずコーヒーを注文してマスターにそれとなく聞いてみる。ねえ、今ストでもやってんの？マスターは一瞬ビクッと肩のあたりがこわばったが、ゆっくりと自分に言い聞かせるように答えてくれた。ああ、あの駅はもうだいぶ前に廃線になってから使われてないんですよ。え？僕は確かに昨日あの路線の電車に乗ってここまで来たのだが、どういうことなんだ？マスターは目をそらしたまま一心にグラスを磨いている。しかし、意識はこちらに集中させているのがありありとわかる。これは何か知ってるな。そして聞いても答えてくれないだろう。そう思った僕は諦めて店を出ようとした。コーヒー代を受け取ったマスターは最後にぽつりと、ここも慣れるといいところですよ、と言ってぎこちなく笑った。僕は無言で店を出た。とにかく会社に連絡を入れなければと思い公衆電話を探すが一向に見当たらない。コンビニへ行けばあるだろうと思って昨日の場所へ行ってみると、そこはただの民家が建っている。なんだ、一体どうなってるんだ。今僕はここへ来るとき契約した農家で働いている。うまい野菜を作っているのだ。農家では同じようにここへ迷い込んで出られなくなった男たちが働いている。彼ら、いや僕たちが毎日丹精込めて育てているからここの野菜はうまいのだ。僕は民宿の女将と一緒になり、民宿の空いている部屋に長期逗留している。そう、ここへ来た時、僕が見た50歳くらいの男は。これは忘れもしない。私が小学校5年生の時に体験した話です。私の家は学区領域のギリギリにありました。そのため通学の距離が他人より長く、途中で友達と合流はできますが、それまでは一人で通学せねばなりませんでした。小さい頃はその一人道を両親やらおじいちゃん、おばあちゃんが付き添ってくれましたが、高学年にもなって一緒に行ってほしいとお願いするのは恥ずかしく、一
一人で家を出ます。そんな私はその一人道にショートカットがあることに気づきました。決められた道ではありませんでしたが、途中の雑木林に囲まれた道路を突っ切ると、数分だけ早く学校に近づくことができるのです。雑木林の道は昼間でも薄暗くて気味が悪かったのですが、それよりも時短を優先した私は毎日その道を通るようにしていました。ある日、その道路に落書きがしてありました。こんにちは。アスファルトの道におそらく白い石で書いたのでしょうか。私もよく子供の頃は白い石を見つけては道路へ落書きをしたものです。近所の子が書いたんだろうな、そう思って足早に通り過ぎます。数日後、今度は明日曇りと書いてありました。見た時はああそうなのか程度にしか感じませんでしたが、確かに次の日の天気は曇りました。ですが、当たったところで偶然でしょうし、天気なんて当たりそうなものです。ところが数日後、今度は骨折〇〇と書いていたのです。〇〇の部分は実際には人のお名前でした。そしてその名前の人は私のクラスに実在しています。まさかね。私はそんなことあるはずないと思いながらも、どこか胸騒ぎがしていました。次の日、名前が書いてあった友達が本当に骨折してしまいました。体育館で他人と衝突し、鎖骨を折ったのです。この時になって私は、あの落書きはひょっとすると予言なのではないか、と思うようになりました。その後も落書きは何度か続き、特徴が見えてきました。一つ、落書きの内容は次の日に必ず当たる。二つ、落書きは不定期だが、晴れの日に書かれる。しかし、晴れれば書かれるわけではない。三つ、帰り道には文字が消えている。私が一人で通学する朝にしかない。私しか見ていないので、他人は誰もこの話を信じてはくれませんでした。いつしか私は、落書きを見るのは怖さ半分、楽しさ半分といった心境になっていったのです。そんなある日、落書きにこう書いてありました。〇〇し。今度の〇〇は、近所のおばあちゃんの名前が入っていました。最近、体調が悪いとは聞いていましたが、死ってまさか、死？これが的中するとしたら、とんでもないことです。外れろ、と願ったのですが、予言は絶対でした。次の日の夜、救急車で運ばれたおばあさんは、そのまま亡くなってしまいました。別に私が悪いわけではないのですが、言いようのない虚脱感が襲います。
それから数日後、落書きには信じられない言葉が書いてありました。次は、お前。おばあちゃんが死んだ直後の落書きに、次はお前って。私は明日死ぬ。そんなの嘘でしょ。パニックになった私は、具合が悪いと嘘をついて家へ戻り、明日は家から出ないと心に決めます。家にいればひょっとしたら助かるかもしれない。一縷の望みにかけて、翌日は布団でずっと震えていました。幸いなことにその予言は当たらず、私は中年を過ぎた今でも生きています。ですが私が休んだその日、学級委員を選ぶことになっており、休んでいた私はみんなの推薦によって強制的に学級委員となってしまいました。結果的には私の勘違いで済みましたが、予言の威力を知っていた私としては、あの日は生きた心地がしないほど震え上がりました。ショックを受けると、食事が喉を通らないと聞きますが、本当に食事を口にできない状態ってあるものなのだと実感した次第です。この日以降、なんとなく落書きを見てはいけないと思った私は、雑木林の道路を通ることはしていません。あの落書きは一体何だったのでしょうか。ついさっき、もしかすると今もかもしれない話。私は今、母と弟と同じ部屋で寝ています。二人はすでに寝ていました。電気は完全に消すのではなく、豆電球の状態です。部屋は和室で、位置関係は、襖があって、母、弟、私の順で並び、私が一番壁に近いところで寝ています。さっきまで私は壁の方を向いて寝ながら、怖い話のサイトを見ていました。夜中に見ると余計怖い、なんて思っていました。そしてふと寝返りを打って、母と弟の方に向いたんです。心臓が止まるかと思いました。二人とも顔がこちらに向いていました。別にそれは変じゃない。ですが、二人とも目が開いていて、笑顔なんです。小声で弟の名前を呼ぶけれど、返事はない。というか、寝息が聞こえる。なのに、笑顔で私を見ている。無言で、微動だにしないまま。笑顔と言っても、口角が不自然にニヤッと上がっていて、まるで仮面が張り付いているみたいでした。弟だけだったら、妙な寝相ってことにできるけど、弟の向こうで母親も寝息を立てたまま歪んだ笑顔で私を見つめている。どうしようかななんて冷静に考えようと努めました。怖くてたまりませんが、私が何らかの反応を見せて、もしそれが話したら、とにかくそれが怖かった。家族に見えるけど、これは家族じゃない。一体何なんでしょう。
私はそっと布団に潜り込み、壁の方を向きました。そして今、布団に全身潜って震えながら、これを打っています。今この瞬間も、母と弟は目を開けて、笑顔で私を見つめているのでしょうか。もう寝返りを打つ勇気はありません。こんな時間まで起きてなきゃよかった。夜中に怖いサイトなんか見るんじゃなかった。そうしなきゃ家族の形をしたものにここまで恐怖を感じなくて済んだはず。怖い。怖い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 。背後が怖くて仕方ありません。速やかに何もなかったと思って寝ようと思います。おやすみなさい。田舎の高校に通っていた高一の夏休みの時の話。部活が夜の8時に終わって、その後11時ぐらいまで部室で怖い話をしていた。さすがに遅くなったから帰るか、ということになって、家が近い友人 A といつも通り帰ることにした。しかし、怖い話をしていたため、怖くなって帰れなくなった J を家まで送っていくことになった。J の家は自分の家の反対方向のど田舎にある。今思うとなんで自分たちが送っていくことになったのか謎。三人で自転車を走らせていると夜空は綺麗なのに道が異様に暗いことに気がついた。並んで走っている隣のやつの顔も確認できるかわからないぐらい。あと、時折何もないところでいきなり顔に霧吹きで水をかけられたかのように顔が濡れるということが何度もあった。お天気雨ではなく、局所的に一瞬だけ。最初は三人で、怖え、とか半分ふざけながらいたから、なんとか平気だったんだけど、だんだん空気全体がおかしいことに気づき始めて、とにかく急ぐことだけを考えていたと思う。J の家に着くと、もう12時半になっていた。自転車で30分の距離なのに、と J は不思議がっていた。とにかく怖いのと時間も遅いので、A と一緒に急いで帰ることになった。来た道を戻っているうち、いつの間にか全く知らない場所に出た。いつ道を間違えたんだろう、なんて思い、電柱にある住所を見てみると、J の家がある町の、隣の隣の K という市に来ていた。時刻は12時45分。A が言った。K 市にいるってことは、いつの間にか俺たちの家を通り過ぎちゃったみたいだな。だな、とにかく急ぐか。西の方にひたすら行けば新幹線の線路に出るはず。そしたらもう少しで家だ。しかし、なぜか道にあった看板や地図を参考にしながら西を目指しても、新幹線の線路なんてない。昭和っぽい街並みやシャッターの閉まった商店の前を
ひたすら走り続けた。2時間ぐらい走って、やっと遠くに線路が確認できた。線路の近くにある小さい頃通っていた市民プールも発見できて、A と一緒に安心していた。プールの裏は田んぼばかりで用水路が張り巡らされていた。用水路を渡るとき、いつも使う橋があったので、その橋を渡ろうとしたら、橋がなくなっている。というか、橋に続く道がなくなっていた。プールから一本道なのに。仕方なく住宅地を縫うように走り、知らない橋で用水路を渡ることになった。そして、橋を渡ろうとした瞬間、急に息苦しくなり、音も明かりもなくなり、空気がさらに重くなって、異様な雰囲気になった。A を見ると、涙目で目をキョロキョロさせながら、口をパクパク動かしている。多分、俺もそうなっていた。ここはやばい。そう感じて、急いで橋を引き返した。橋から離れて、やっと呼吸が落ち着いた時には、二人とも汗でびっしょり。その後は、どうやって水路を渡り、家に帰ったのか覚えてない。家に着いたら、午前4時になっていた。後日、A と昼間にプールに行ったついでに、あの時渡りかけた橋を念入りに探してみたけど、結局見つからなかった。いつも使う橋は元に戻っていた。あと、あの昭和な街並みや商店は、K市やその周りの街にはないことが分かった。一体自分と A はどこをさまよっていたのか。あの橋を渡っていたらどうなっていたか。考えると今も怖い。A も、その時の話はよく覚えている。ちなみに自分は方向感覚だけは優れていて、道に迷ったのはこの時以外経験していない。部活の仲間に A と話したら、お前が道に迷うなんて珍しいな、と笑われました。私の実家は九州の田舎にあります。120坪はある割と大きい家です。田舎の家には割と日本人形なんかがありますよね。私の家にもありました。私が4歳の頃、不思議な夢を見たんです。家にある日本人形がどこまでも追いかけてくる。人形自体が動くのではなく、夢の中で私の行く先々にケースに入ったその人形数体が待ち伏せたように置いてある、というものでした。私は家族にその夢を話しました。家族のみんなは笑っていましたが、私はその夢のあまりのリアルさに、家に置いてある
数体の日本人形が怖くて仕方ありませんでした。そんな夢も忘れかけていた頃、お風呂から上がった私は思わず悲鳴を上げてしまいました。戸を開けると目の前に日本人形が四五体並んでいたのです。すぐに家族が駆けつけて、その場は異様な雰囲気になりました。その時は8歳年上の兄が私が人形を怖がっているのを分かった上で面白半分でやったとのことでした。それから両親は仕事の都合上共働きをするようになり、兄は仕事に就いてからは正月などの決まった行事にしか家に寄りつかなくなり、私は部活が終わってから夜10時頃まで一人で過ごすことが多くなりました。その度に私はいくつもの視線を感じるようになりました。今思えば一人という恐怖が生み出した錯覚だったのかもしれませんが、そんな日々も過ぎていき、私が高校2年になる頃、父が不思議な行動をとるようになりました。父と母の寝室にある姿見に布をかけ始めたのです。私はおしゃれをしたい年頃というのもあり、よくその姿見を使っていたのですが、ある日、その姿見を使って身だしなみを整えて外出したとき、私は姿見に布をかけるのを忘れてしまったのです。帰宅してから私は父にひどく怒られました。その怒りは凄まじく、今まで見たことがないほどでした。私は意を決して、なんでそんなに怒るのか聞いてみました。父は答えました。視線を感じるんだ。寝てる時も夢の中でまで気分が悪くて仕方がない。鏡に反射して人形の視線が向いているような気がしてならない。私はゾッとしました。私の他にも視線を感じている人がいたからです。私はその後、高校を卒業すると、進学のため実家を出ました。実家を出てからは視線を感じることはなくなりました。その後、兄の家に遊びに行った時のことです。兄が、お前あの家出てからなんか変わった風に感じただろう、と聞いてきたのです。なんでそんなこと聞くの？と尋ねると、兄は、お前目つけられてたからな、と言うのです。私はもう気が気ではありませんでした。私は兄を問い詰めました。全部話してほしい、わかるように説明してほしい、と。兄は言いました。お前が小さい頃見た夢は、俺も姉貴も似たようなものを見てる。俺の時はかくれんぼ、姉貴の時はだるまさんが転んだだったな。私はショックを受けました。私が当時その話をした時はみんな笑っていたのに。さらに兄は続けました。今だから言うけど、
風呂場の前に人形を並べたのは俺じゃないんだよ。あそこで俺がやったって言わなきゃ大騒ぎになってただろうしな。まあそんなに気にすることじゃない。害はないし。お前も一回ぐらい親父に聞いたことがあるだろう。うちの先祖は芝っていう平家の落ち武者だったって話。で、ここからは多分お前が知らない話。お前が生まれた時には死んでたばあちゃんから聞いた話だ。芝さんは落ち延びた後に地域の人にかなり良くしてもらったんだと。で、芝さんはお礼に周りの人の子供たちに学問みたいなことを教えたり、遊んであげたりしてたんだって。で、こっからは俺の想像な。多分芝さんがいろいろ教えていた子供たちの中で、早くに亡くなった子たちが遊んで欲しくてうちの家系についてるんじゃないかって思ってるんだ。兄の話は衝撃的だった。正直、芝さん云々より、人形が一人でに動いたであろうことの方が、私には何倍も衝撃的だった。正直に言うと、今でも信じたくはない。なぜ兄は平気そうにしていられるんだろうか。それに、一つ疑問が残る。もし、兄の仮説が正しかったとしても、父が感じた視線は何だったのだろうか。父は子供の頃、私たち兄弟のような体験はしたことがないという。兄の話では矛盾が生じているような気がするのだ。それに、父のあの怯えようは、未だに実家の姿見には布がかけられているし、人形たちも健在だ。私は何か良くないことが起こるのではと、心配が絶えない。特にオチもないんだけど、霊感ゼロの僕が体験したヒヤッとした話。4年前の夏、バイクの免許を取って中古なんだけど 400cc のバイクを購入した。納車の日の夜19時過ぎ、仕事が終わってワクワクしながらヘルメットを持ってバイク屋さんへ行った。到着して状態を確認してから街をブラブラと走っていた。一通り走ってみると、信号待ちやら混んでるわで、街中ではあまり気ままにドライブできないことに気づいて、海岸沿いを走りたくなった。それで車でよくドライブに行っていた。鹿の島へ向かったんだけど、夏だったこともあって100キロ近く出しても全然涼しくない。ぬるい風が強く吹きつけてくるだけだった。それでも初めての自分のバイク、すごく楽しかった。ただ、ある瞬間から変化があった。僕はもともと霊感なんて皆無で、生まれてこの方、そういうものを見たことも聞いたこともない。こういうオカルトとかも話を聞くのは好きだけど、半信半疑だった。で、福岡の人ならわかると思うのですが、鹿の島はほぼ一本道の海沿いを抜けると、小さな島をぐるっと回る、別れ道がある。
どっちに行っても戻ってくる道で、車でなら何度も来たことはある。で、その時はなんとなく左の道を行くことにした。道に入ってすぐ、小さな集落というか何軒かの民家があるんだけど、そこを抜けて道が開けて海がぶわっと見えた瞬間、急に気温が下がった。夏場、冷房の効いたお店に急に入ったみたいな変化。まあ海沿いだし、時間も23時ぐらいだし、それで冷えてきたんだろうなと最初はそう思っていた。だけどその冷たさは尋常ではない。真夏なのに寒い。肩が勝手にガタガタ震えてくる。半袖ということもあったのかもしれないけど、ある場所から急に寒いなんてちょっとおかしい。そもそも時速100キロ出して寒くなかった海岸線があったのに、なんで時速60キロでここだけ極端に寒いのか。どうにかして自分を納得させようと思い、あれこれ考えた。より海沿いだから冷えたんだとか、町の熱が遠くなったからだとか。あたりはたまに街灯があるくらいでかなり暗い。何よりも寒い、寒すぎる。すぐ横が海だからというレベルではない。本当にバイクだけが頼りだった。幸いヘルメットの隙間からイヤホンを忍ばせて音楽を聴いていたので、どうにか平常心で運転はできた。ただこういう時ってなんか怖いことを連想してしまいがちで、もしかしてバイクの後ろになんか乗ってんじゃないかとか考えてしまう。それを考えさせるくらいの寒さだった。そしてドライブスポットなのに、こういう時に限って対向車なんかは来ない。寒さと暗さでどうにかなりそうだったけど、なんとか中間地点のような施設についてバイクを止めてほっと一息。ただ真夜中ということもあって、その施設も明かりは最小限しかついてなくて人気もない。音楽を消すと静寂に包まれて、急にまた怖くなった。慌ててバイクにまたがってギアを入れると、バイクのエンジンが止まった。一番最悪な事態だった。エンジンをかけて何度も何度もギアを入れようとするけど止まってしまう。焦りがどんどんでかくなってきて、なぜか友達にとりあえずメールをしたりした。なんで？どこにいんの？お前一人？そんなやりとりをしていると、急に施設の電気がすべてふっと消えた。恐怖がピークになって、周りを見渡したらダメだとなぜか思った。そしてすがる思いでバイクにまたがってギアを入れたら、なんとか入った。なんともバカな話。僕の乗っているバイクはスタンドを上げていないとギアが入らないという安全設計だったのだ。電気が消えたことで逃げ出したい気持ちが高まり、スタンドを上げたのが良かったんだと思う。多分電気が消えたのは、ただ単に0時で日付が変わって、おそらくだけど施設の自動消灯だと思う。というかそう思いたい。特にオチはなく、これで話は終わり。ただそこから走り出してすぐ寒さは全くなくなった。本当に何だったのか。